あ、じゃあファルコンに乗って今度は空中戦をすんじゃない？いい展開だね。現実況劇団鳥のすめ。どうもー、鳥のすめダンソードです。今回もスターウォーズバトルフロント2キャンペーンモードの方やっていきたいと思います。今回はレイヤ姫を使ってナブーでの戦闘ですね。まあデルがね味方でついてきてくれるみたいです。ということで続きの方やっていきましょう。あ、すごい、ちゃんと音楽が変わる。あ、いいなぁ。レイヤ姫ね、なんだかんだね、あのマルチプレイの方でねちょいちょい最近使ってるんですけど、強いよね。あんま最初の頃使ってなかったんですけど、最近このレイヤ姫の強さに気づいた。さあ、ということで普通にバンバンやってっちゃっていいのかな。なんかドルーパーがいっぱいいるんだよな。うん、抑え込みなさい言ってますもんね。制圧しちゃっていいのかな。もう安全だ。あ、もう安全。早いね早いね。はい、あ、そう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 、デルが機械に詳しいからついてきてくれるっていう展開でしたね、そういえばね。ってことで、じゃあこれはシールド貼っとけっすかね。はい、デルを守る、やりましょう。いくぞー、守っていくぞー。あ、ちゃんと分体シールドでデルを守るって出てましたね。マジ、どっから。あ、あっちになんか援軍来てる感じあるぞ。やばそうだね。あ、来てる来てる来てる、ガンガン撃ってけ、やってけやってけ。結構敵の量が多いぞ。危ない危ない。あ、ちょっと待って、デルがまずい。よし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 、おおいいね。あれがっつり来るの怖いね。さあ、そこのちゃちゃっとやっちゃいたいところ。さあ、敵が結構でも多いぞ。よしよしよし、ここにも。よしよしよし、さあセクタークリア。ナイスナイスナイス、いいですね。次に行きましょう。うん、中継機に向かう。なるほどね。あ、こういう感じでデルを援護しながら行くわけだね。そうです、グリッドを回復させなければシールで帝国軍は止められません。あれだね、割とこうレイヤ姫がっつり前線に出ちゃうタイプなんだね。こんだけ地位が上がってもがっつりこんだけ前線に出ちゃう。まあ、仕方なくみたいなところもあるんだろうけど。シールドしよう。敵のウォーカー、ここに爆撃機が必要です。不要回転か、隠れてください。なるほど、爆撃機が必要です。どうしたらいいんだろう。あれ倒したいんだよな。あ、ナイス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 。あ、ウォーカーはやったぞ。立ち止まるな、狙われるぞ。立ち止まるな、狙われるぞ言ってるけど、あっちの奥行っちゃっていいのかな。なんか出る、でもあっち側いるんだけど、まあいいや。間もなく次を起動できそうです。もうすぐ、ほとんど水に浸かってんだ、もっと時間がいる。なるほど、信じてます、シュリブ。あ、やっぱこっちでよかったのか。ちょっと若干分かりづらかった。到達かな。よし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 、あ、で、そっち側かで、今度はこの中庭を制圧していけばいいわけだね。ガンガン敵がいるっぽいんでやっていきましょう。そこそこ、セカンダリー強いよな、ほんとな。あとこの普通の通常攻撃も割と打ちやすい。出る、早く頼む。結構敵兵が増えてきてるよ。やっちゃってやっちゃって、味方の反乱軍も頑張って。どんどんトルーパー来てるよ。右に今一人いった。オッケーオッケーオッケー、そっちもいるよ。まだどんどん来てるよ。倒して倒して、すごい量だな。倒したかな、なんか撃ってるね。いるのか、そこから。それか、よし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 、いいぞ、動いた。ナイス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 、いいぞ。さあ前線に向かうぞ。こっちも動いた。いいね、なんかこう秘密の作戦してる感じが楽しいね。中でイオン爆弾を起爆してください。なるほど、イオン爆弾を起爆してください。ナブー女王はクローン戦争の前に将来の侵略を防ぐ対抗手段を用意しました。イオンパルスを放って宮殿の外の全ての脅威を停止させます。なるほど、宮殿内なら安全です。宮殿内に入っていくわけだ。帝国軍は宮殿を目指してます。できるだけ持ち込んでください。オーケー、了解だ。了解します。
本当にあのマルチプレイの時と似たような展開ですね。マップとしてはほぼ一緒だもんな。あ、味方の残り人数と書いてあるんだ。はあ、これがじゃあ削られないように頑張んないといけないのかな。そんな感じあるよな。残り味方の数が60人ぐらいだもんね。ありえそうだな。ちょっと待って、交代しようか。はいはいはい、前線を守る。なるほど。あ、少しでも交代させるというか鈍らすわけだね。頑張れ頑張れ。じゃあ本当に率先してレイヤー姫がガンガン敵を倒していかないと良くないという話ですよね、これね。意外と難しいかもしれないな。はい、宣伝してください。防衛宣伝して。レイヤーばっかり仕事をさせないで。ちょ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 、いやいや、だいぶ前線すごいね。下がんないといけないね、これ。危な危な危な。ボマーです。伏せて伏せて。ちょっと待って、すごい攻められてる。進軍されてるよ。反乱軍働いてる。私ばっかりお仕事してない？あんたたち。ちょっとやってね、ちゃんと。よしよしよし。いいよいいよ。トルパ倒してる。交代交代。また交代。新しい目標交代。交代交代。交代。出る、どうですか？やってくれてる。ナイスナイス。うわ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 、近っ。いいね。ああいうのはやっぱキャンペーンならではだよな。ああいう敵をさ。いるよそこ。よし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 。だいぶ近いな、おい。わあ、トルーパーの数えぐいな。階段上がって。待って待って、交代交代交代。残りの兵士の人数に応じてなのかな。可能性ありえるな。うわ、だいぶだな。おい、ちょっと待って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 待って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 。いや、持ちこたえられません本当に。頑張ってください。もう少しで準備できるって。隠れる場所がなくなりつつありました。本当だよ、なくなりつつあるよ。階段に上がらせないで、門にも近づけないように。門にも近づけないように。いや、やることはやってんだけど。いや、ちょ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 、すごいすごい。こっちいるよ。今すぐにお願いします。そっちもいるな。おお、ちょっとこれはまずいぞ。モーカーが多すぎる。起爆シークエンス開始。起爆シークエンス開始。ナイスナイス。あ、味方めっちゃ撃ってたかもしれない。オッケーオッケーオッケー。とりあえず突っ。いやー、でも攻められたなー。おおおお。うわ、かっこいい。おお。あ、待って。いや、映像ほんと綺麗っすよね。勝ったみたいだな。あ、どうも殿下。お見事でした。馴染んでんな、ほんと。さすがインフェルノ隊というところですね。カルリジアン将軍に聞いたんですね。同盟軍もかなり損害を被りました。はい、そうです。言い訳はしません。戦いを見ましたが、ただ帝国から逃げたわけではない。何か意味があるはず。私たちは命がけで戦ってきました。そして今になって気づいたんです、誤った側についていたことを。まだ戦争は続くでしょう。戦わせてください、一緒に。ああ、やっぱそうなるんだ。あなた方が人々に希望をもたらします。希望は勝利をもたらすのです。新共和国へようこそ。ありがとうございます。結構すんなりいっちゃうんだね。あー、なるほどね。数ヶ月後、カナギ、お久しぶりです。共和国の再建で忙しくて、帝国艦隊を追跡するのも大変です。めちゃめちゃ馴染んでんじゃねえかよ。一つ頼みが。すげえな。
将軍が一人不明にタコダナまで追ったのですが、通信に応答がありません。うん。探してください。ハンソロ。おお。タコダナ。ああ、じゃあこの頃にもうマズカナタとハンソロはつながりがあったってことなんだ。すげえ、ちょっとワクワクしますねこういうの。でっかい。まず、おお、スリングをスケを払ってからだね。いいだろ、ちゃんと払うさ。誰がそんなことを信用する。ウーキーは注意ならファルコンにいる。ジョマークで長距離通信装置をやられてね。連れてこない気だね。落ち着かないとさ。また企んでるね。はい、じまいな。ここは私が仕切ってるんだ。帝国の離反者に会う。キャッシークのウーキーを救えると言ってる。知ってるか。言っとくが、帝国軍をこの店に連れてきたら俺がつけられるようなヘマはしないと知ってるだろう。なあ、頼むよ、助けてくれ。注意のためだ。知らないよ。けどもう夜だ。この時間の客はおしゃべりだね。なんかいいね、この関係性ね。かっこいいな。助かるよ、借りができた。貸しはこれだけじゃない、ソロ、忘れるんじゃないよ。おお、今度じゃあソロ使えるのかな。おお、パルドラの情報を集める。へー、え、そんなのもあるんですね。スカイストライクアカデミーで訓練したのは放り出されてこのざまだ。てか、まずかなった。そうなってくると今後のアップデートでなんか追加とかあっても全然おかしくない気がしますよね。ここだけで登場させるのはもったいないっていうかね、ありそうですよね。 LD-16B5 は生産終了だって。お、こういう感じで立ち聞きしてく感じなのか。手に入らない。そりゃ残念だが、俺たちの分は手に入ってよかった。やたらイケボだな。面白い。てかアイデンのあの馴染みの速さ、どうなの。あれはあれで俺はいいと思うんだけどさ、キャンペーンモードを今回このスターウォーズバトルフロント2売り出すとき、なんていうか帝国兵の話だよみたいな感じで売ってたじゃないですか。想像以上に早めの反乱軍だったよね。もうみたいな、マジかって。まあ、それだけ正義感の強いね人物だったわけですけど、可愛いなドロイドが。結構みんないろんなおしゃべりしてるわけだな。うん。帝国の船団を。アルタのトレードルートにいい場所を知ってる。結構みんなあれだね。いろいろうさんくさい話してるっていうかさ。本当酒の席なんだろうな、本当な。スターウォーズ感あるよねこういうのね。ああ怖い。考えてみる。相手を追うための燃料は報酬で買うんだぞ。殺す、金を受け取る、次の仕事を受ける、で早く稼げる。いや、そんなうまい話じゃないよ。別に罪悪感なんか感じねえぞ。どうしてもいかそんな目って殺し屋を雇うべきじゃねえ。ああ、いやでも面白いな。最高のメルゼインゴールドだった。あ、あの人じゃない。これだな、到達。ハンソロ、帝国議官のラルシウス・パルドラだ。会えて嬉しいよ。知られてるんだね。しー、声を落とせ。ああ、そうだ、秘密裏に会うんだった。口軽そうだな。来い、こっから出るぞ。では行くか。パルドラを脱出させる。なるほど。でもちょっとさっきね、もうハンソロだってこと気づかれてるような会話あったんですよね。安全のために森に隠してある。
冗談はやめてくれ。え、森の方にも行く展開だな、これな。燃料補給地と秘密の武器庫だ。全て共和国に提供する。私を安全に亡命させてくれ。なるほど。キャシークの情報は別の場所だ。信じて。武器を解放するのに必要な情報は全てある。とにかくこのパルドラさんをこう、まあ、守る展開になるわけですよね。きっとドンパチするんでしょう。英国の士官はおしゃべりでね。どうだろうな。なかなか激しい人物だ。激しい人物なの。なるほど。会うことになりそうだな。統計議官は部下の議官に殺されるケースが最も多い。なんてことない。あんたのせいなんだね。そうだな。ルールは覚えてるかい、ソロ。喧嘩はなし。わかった。さあ行くぞ。喧嘩はなしだって。最初のデータキューブはこのすぐ先のジェネレーターにあるはずだ。なるほど。自分で持ってた方が良かったんじゃないか。いいか。今の私は秘密工作員だ。カンティーナなんかに情報を持っていけるか。あー、でもトルーパーたちがとにかく情報を見つけて来た感じはあるよね。ストームトルーパーだ。あ、いるんだ。やるぞ。って静かに。いやいや無理だ。このブラスターは格好だけ。撃ち方も知らないんだ。なるほど。やれやれ。これは普通に敵やっちゃっていいってことかな。やっちゃいますか。お手本を見せてよ。あ、いるな。私に続けとか言ってた。そいつか。それで最後か。見事だ。見事だぞ。データキューブは。うん。データキューブがないのか。おい、あるのか。あ、そこじゃない、これじゃない、これだね。うん、あ、ないじゃないかな。あ、いくつか開けられるのがあるんだね。なんか見っけた。あった。あったあったあった。その中の情報で共和国の友人を助けられるはずだ。あー、どんどん来てるぞ。やっつけろ。まだ来た。いやー、いっぱいいるね。倒していきましょう。うわ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 。ちょっとデトネーターはやめようぜ。これ。ふう。キャッシークの情報はどこだ。うん、森の向こうの綺麗な神殿だ。なるほど。行こう。神殿なんかあったっけ。綺麗な神殿に向かう。そっちか。これだけ連中が追ってくるんだ。結構あれだね、マップとしても広いのかもしれないな。見た目以上にひどい有様なんだ。共和国にそれが漏れないかビクビクしてるのさ。艦隊は敵から逃げるために使う燃料が多すぎて補給が。それはいい。だがキャッシーがどうなんだ。あいつ面白いな。パルドラのキャラが面白いな。星には入り込める。共和国に計画はあるのか。ないな。だが俺と注意だけでも労働キャンプを閉鎖させる。そうだ、伝説の中ばっか。早くお目にかかり、私がここにいるのは安全のためだ。うわ、いるな。敵をさらに倒すって書いてある。まあ、完全にバレてるわけだろうな。どんどんやっちゃっていいんだろう。おい、後ろ立て。そうだ、お見事。最近俺指摘されたんですけど、チューバッカっていつも言ってるけど、チューバッカなんだね。なんかチューバッカって言いたくなるんだよな。治る気がしねえわ。チューバッカなんだよ。そ
んなところに入れるわけがない。うるさいな。いちいち言ってくるのな。これかな、情報あるかな。あー、あったあったあった。よし、手に入ったぞ。これでいいのかな。頭を下げろ。あー、増援か。下げる。うわ、近っ。あ、やべ、やっちった。これでも食らいやがれ。よし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 、危ない危ない。その情報があればウーキーの惑星へ行ける。なるほど。知ってるのか。ファルコンやっぱ有名なんですね。いや、多いんだか少ないんだか。少ねえな、どちらかというと。 2.2 人って。さあ、じゃあ到達の場所まで向かっていきましょう。いいね、なんかあいつ面白いわ。いいキャラしてるわ。到達こっちだよな。いや、帝国兵にしても多いっすね、うん、ファルコンあるのかな、本当に。あ、すごいすごいすごい。これはマルチプレイでは来ないような場所だもんね。なんか面白い。いいね。よっ、当たるか。あー、当たってるね。オッケー、オッケー。そこにも倒したかな。ナイス。危ない危ない危ない、爆弾。危ない危ない危ない。でものどかな場所だな、ほんとな。タコ棚結構惑星としては好きですね。待って待って待って、バカだ。注意、ファルコンを準備しろ。急いでここを出る。頼む、注意。それか。よし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 、黙って走ってくれ。いいね。黙って走ってくれ。を飛ばす準備をしろ。あ、すごい、かっこいい。で、乗れるのかい。敵を食い止めるって書いてあったけどね。あ、それか。まだ何人かいるんだな。はい、これでも食らえ。腕をなくすどころじゃすまねえぜ。わ、待って、まだ援軍来んの。援軍多いや。そっから降りてくるか。あ、来たな、ロケット持ちか。危ない危ない危ない。おお、いやー、どんどん来るぞ。気をつけて気をつけてけ。あいつもマジで撃ってくれよ。仕事してくれよ。食らいやがれ。よし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 、その通りだ。注意、シャトルそっちか。なるほど。マジか、ヘビートルーパーか。いや、前やられたことあるからな、アイデンの時な。結構油断してると危ない危ない。ロケットランチャー持ってるよ。近い近い近い。そっちからも来てる。いや、危ない危ない。よし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 。トロ将軍、こちらアイデン・ベルシオ、インフェルノ隊援護します。お願いします。なんでまたこんなところへ。大柄議員からの命令です。なるほど、ここで合流するわけだね。今日は人生最悪の日だ。中国笑ってんの。ただし敵機がこちらに向かってる。なるほど。ああ、たまには喧嘩をふっかけないでほしいもんだ。それではつまらないでしょ。さて今度は、あ、おい、いいんだね。あ、じゃあファルコンに乗って今度は空中戦をすんじゃない。いい展開だね。最近ね、アップデートでアイデンベルシオの、ビークルも追加されましたよね、ヒーローとしてね。今は話したくない。ハンソロ。まず足跡は残さない。あんたはそう言った。湖の上に奴らの船がいるよ。なるほど。聞きたくない。早く掃除しな。早く掃除しな。なるほど、頑張ります。あんたのせいじゃないさ、中盤か。注意には優しいんだな。あのクルーザーを攻撃します。協力いただけますか。分かった、湖の底に沈めてやろう。おやおや、まずは遅らせそうだ。なるほど、あれを破壊すればいいわけだね。結構ぶつかっちゃいそうだな、気をつけないと。
これだね。インフェルノタウン、で、合流バン。敵のスターファイターがゾロ将軍の元に向かってる。見えたぞ、プロトン魚雷準備よし。よし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 。危なー、結構ファイターの量多いぞ、気をつけていかないとな。うい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 、結構撃たれるぜ。あのクルーザーはもう珍しくなっている。1年前に造船所に襲撃があったせいだな。へえー、なんかそういう豆知識面白いですね時代の流れがなんとなくわかるのかなーって感じね。細かいのをこう聞いてる人はちゃんとそういうのも把握できるよね。この船はなかなかのものだが、いやでもスターウォーズは本当に出てくるキャラやら武器やら兵器やらがもうすごく多いから覚えきれないよね。この時代のものがこれでとかっていうのもね、全然覚えられない。オッケー、クルーザーでも破壊したぞ。さあとりあえず残りもお掃除しといた方がいいのかな。一応壊しとこう。あー、アイデン火吹いてんじゃん、大丈夫かじゃあもうしっかりもう X ウィングで出撃してんだもんな馴染んじゃってるよな。最近そのアップデートで追加されたアイデンはちゃんとタイファイターのヴィランとしてのそうですねが追加されましたけど、場合によっては今後このキャンペーンでその反乱同盟軍に入った後のアイデンとかがねヒーローとして追加とかもあっても全然おかしくないです。アイデン本当心強いな。でとりあえず何人かあと敵がやっぱいるから壊してもいいよな。うまく決まった、うまく決まった。あ、いる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 、攻撃って出てるわ。オッケー、一機撃墜、もう一機だね、あと一機。うん、アイデンも寄ってた。ナイスナイスナイス。片付けると言ったろ、さっさと出てくんださあ行って。はい、すいません。見事でした将軍、艦隊まで護衛します。アイデンいる、あることを思いついた。ディルもいるだよ、ちゃんと。了解、ではまたそこで。必ずここに戻ってきて。心配ない、嫌だと言っても戻る。かっこいいな。あとのことは任せた。青いデル、このドロイドに何をしたらおかしいぜ。何もしてない、あれ、あんたを気に入っただけさ色が変わってるドロイド。久しぶりですね、調子は。最高です、議員どうかしました懐いちゃってんね。パルドラの情報によれば、父はベスピンとサラストの2カ所で計画を進めています。父の居場所を突き止め、捕らえる許可をください。私は指揮官でも、艦隊司令部は個人的な任務だとして認めない可能性があります。ああ、なら帝国艦隊の不穏な動きは黙って見過ごせませんね。提督を捕らえてきてください、コマンダー。はい、議員。フォースと共にあれ。しっかりもうそのセリフも言うようになっちゃってね、出るまで おー、ベスピン。うわー、綺麗だなー。雲のグラフィックとかがすごい綺麗。ということで、今度はベスピンでの、戦闘が描かれるみたいですが、この続きはね、また次回やっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。